港の見える街主役さ肩にあったおみなボンジョロのオルティージア青い海シチリアパレルモ地中海ナポリはスレーヌ。お疲れっす。おお。まあ、最近遅えな。あ、すいません。何やってんの。あ、雨で。え？あ、雨で。お前ナチュラルの店じゃないの。はい。ナチュラル。あ、ナチュラル。お前ナチュラルにもナチュラルのやつらとか釣るんじゃないの。あ、そんな。ここは一体。いや、はい、まあいいや。上で話してるよ。はい。ちょっとよ、いつも。どんなあれをお前がどんな DVD を教本というかよ、はい、学ぶために選んだ方がいいかって教えてやろうと思って。ありがとうございます。つまんねえ洋画とか H7 ばっか見ててもよ、ダメなんだよ、はい、星を逮捕することに直結するアクションだっていうミステリーだって分かりました。俺が教えるから。はい、ありがとうございます。強いて言うならば、強いてな、まあ警察もんとか探偵もんだよな。なるほど。こんなのいいよ。もう最高だよ。プロファイリング最高。教師ビンビン物語ですか。やっぱいい、一番ごとに何かして起きるし。あ、トラブルも。なるほどなるほど。必ず主人公がよ、はい、ピンチの口いるんだよ。ほっとけたらいいけどな。あ、そういうとこにこそ真実が隠されてる。そうそうそう。こんな話になるね。こんなのが。あ、金田一。うん。あ、意外と探偵ものじゃなくてもうちょっと普通のストーリーなんか書くだけですって。だってお前こんなの見て参考になるから、西部警察が現実離れしてもうかっこいいな。おお、昔の折田さんっぽいじゃないですか、左の。あ、そうだな。はい、ちょっと俺っぽいだな。はい、裕次郎か。はい、裕次郎右か。あ、これあれですよ、渡りです。渡りか。うん、ちょっと俺っぽいな。はい、石原プロに言っとるよ。はい、石原プロに3代目石原裕次郎として、すごいのがいるぞ、言っとるよ、はい、大した足じゃねえな。何やるこれ。これ日焼けサロンの中でですか。日焼けサロンじゃねえ。違います。ここが洋画なのか。洋画、金城武史とか好きですか。かっこいいよな。最近見ないですね、うん、いい役者なのに。でも台湾のスーパースターだから。はい、台湾の戦場のメリークリスマス見た。はい、見ました。ちょっとよく分かんなかったこれ。あ、分かんなかったですか。大島渚だろう。はい、あいつがよく分かんない。はっきりして。ここも邦画じゃないですか。あったあった、よかった。かっこつけてミステリーで、かっこつけてアクションもダメなんだよ。へぇ、星の捕獲に直結するもんじゃないと。結局どういうのがいいんですか、結局のところ。全然関係ないと思うんですけど、あ、警察犬でいいですか。そう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 。面白かったな、このレクター博士な。はい。もうちょっと新しめのやつを推薦していただけるとありがたいんですけど。いや、最近は話にヒントになんないよ。なんだこれ、MMA の映画みたいなのがある。おー。ちょっとダサくっぽくないですか、これでも。あ、リック・ベンソンだ。お前ちょっと謝るな。ほら、なんつった今、何作っつったんだろう。あ、ダサくって言いました。世界のリック・ベンソンに、フランス映画の巨匠に、お前ごときが、勘違いするんだ。あ、見もせず悪く言ってすみませんでした。今度見ろ、見ろ、今度。あ、俺これ見たよ、この間。この間。あ、奥様とですか。これ思いっきりプロファイリングに持ってこいだって。父親を探すんだよ。もう最高だって。お前ちょっとこれ見ろ、これも。俺とさっきのベートーベン。ベートーベン。
このチャーリーっていうのも見ろ。チャーリー。はい。これもいいよ。アニマルマン。確かに上田さん今のところこう髪の毛がもう密度が濃くて羨ましい限りです。お前もハゲてる。いや今のところ大丈夫ですけども。俺はでもちょっと心配してるよ。俺はやっぱ俺と同い年ぐらいでももうハゲるやついるから。はい。やっぱりあれですか？ハゲたらカッコつかないだろ。あでもそれこそハリウッドスターみたいになる可能性もありますよ。ハゲてなおかっこいいっていういるじゃないですか。ハゲてかっこいい人。けどよ俺これで1000円かって言ったら、はい、俺ちょっと頭の形がいびつっていうか、どっか打ってんのか知らないけど、ちっちゃいというかちょっといびつなんだよ、はい、そのまま1000円かってのおっさんに頭がいびつですねって言われてちょっとへこんなんだよわかるなあ、見知らずのおっさんにお前これでちょっといい度胸してますね、その床屋さんも、うん、これをまずお前にブカスって俺がモデルやってるキャップの、はい、知ってる？あ、ブカスってブランドがあって、はい、そのブカスのやってる子からカメラマンです。あ、うん、T シャツですかね？そうそうそう。あ、ありがとうございます。うん、まあ後で、ね、それと、はい、あとこのサプリな。あ、これは関係ねえから、はい、ちょっと嫁さんのな、ちょっと紹介だけさせろ。この HMB と。この知らねえけど、はい、飲みすぎにどうのこうのってやつ、まあまあいいらしい、はい、とにかくあれしとけよ。あ、承知しました。あれすりゃいいだろ、はい、で問題はこのうちの嫁さんのまた手作りの、今日はすごいぞ、ほっ開かねえな開かねえ、よし卵かけご飯な。お卵かけご飯と玄米と五穀米かな、はい、卵かけご飯と、はい、あと豚キムチ。おお豚キムチな。おお豚キムチ、あとカリフラワーも入ってて美味しいよ。水菜とやはりビタミンが潤沢に。そうそうそう、もう夏だからよ、こういうのは精神的に。ありがたいです、うん、もう帰ったらすぐ。そうそうそ う, そうマッハで、マッハで食生、はい、ありがとうございます。いつも、うん、これもな、容器も可愛いよ。すごい容器がいろいろあるんですね。あ、これグレープフルーツですかね。なんとかっていうグレープフルーツ、ちょっと希少な、うん、なんつったっけな、ブランド。あ、小笠原かなんかかもしれないですね。違う違う、あ、違うんですか。調子飲んだブランドブランドだよ。あとお茶と、うん、まああとは箸とか。はい、ハコネズミのバラードのポスター貼ってありましたけども、剥がされてましたね、さすがに。うん、懐かしいな。はい、あれも当時の出版社がやってくれたんだよ。はい、そうですよね。あれも実はな、はい、俺が本の表紙、あの本の表紙が確かよ、俺は髪の毛にこう指をこうかき上げてるような、はい、仕草なんだけど、はい、実を言うとあの時点で俺小指がないから、はい、小指がない状態でこうなってたんだよ、はい、普通それだったら広告規定に引っかかってダメなんだけど、髪の毛に指が隠れてるように見えたんだよ。あ、それによってギリギリセーフだったと。誰か知らない。あ、今では、うん、それこそ売田さんのファンじゃないですか、うん、ああいう人がやっぱポスター盗んでっちゃうんです、剥がして熱心。かわいそうじゃない、悪者してんの。あんな前普通のおっちゃん、お前何言ってんの、泥棒扱いしてんの。なあ、お前だろ。それでよ、はい、関係ねえけど、はい、ANN のドキュメンタリー見たの。はい、拝見させていただきました。うん、売田さんの若かりし頃の、うん、もう一番この、うん、喧嘩をバリバリやってた頃のやつじゃないですか。一番ちょっと色気があってバリバリだった頃の。いや、今のが色気がありますけども。うん、はい。お前、いいよ、今の。今の入り方いいよ。はい。確かにイケイケだったんだ、あの頃の。はい。最近じゃよ、はい、俺がいたところのあの会社というか団体が、はい、結構名前をちらほら聞くんだよ、インターネットで。あれでもあのドキュメント面白かったですね。そうだろ、折田さんでも本当にこれお世辞抜きなんですけど、
黒いダブルのスーツ着てらっしゃったじゃないですか。まあ、正確にはネイビー。あ、ネイビーですか。あれ、親分に作ってもらったんで。あれ、普通、昔のスーツの写真って今見ると、うん、あの笑っちゃうことが多いんですけど、織田さん全然違いますね。そうだね。めちゃくちゃ差がなってました。あれも大きく作ったの、わざと大きく作ってよ、はい、サイドベントにして、思いっきりあの、80年代、70年代ヤクザ風に作ったんで。あ、そういうことなんですね。そうそう、わざとな。はい。あれがまた良かったです。あ、良かったです。懐かしいよ、あの時代はよ、まあ、俺らもあそこにいた時はよ、仁義なんかも切ったもんだよ。ちょっと撮っとけ。雨宿りを兼ねてじゃないですかね。お前仁義切れんの？仁義、どういう意味ですか？お前なんかも、はい、プロファイルの活動中にいつ何かやらかしてる海外で、はい、いつ食べられるか分かんねえんだよな。殴られた時によ、まあ、他の人間と向こうで、ね、顔合わせた時に、はい、神魚の一つも切れなかったから。あ、神魚切れてそもそもどういうことなんですか？まあだから、あの、都政のやり方、あの、俺ら仇だからね、関係ねえけど、はい、一応な、一応教えとく。はい、あの、神魚っつってよ、まあ、挨拶で、つまり。あ、自己紹介みたいなもんですか？トラさんのあれだよ、トラさんの。トラさんの、はい、あれ俺も今日あのドキュメンタリー見たら懐かしくなっちゃってよ、はい、俺がいたところでもやっぱ俺が17ヤクザやって17でヤクザやって、うん、まだ登録式っていう正式な登録ができなかったんだよ、はい、1年ぐらい預かりで、違う組に行った預かりっていう形取ってよ、18歳の時にちゃんと登録式っていうのを終えたんだよ、はい、その登録式の時にちゃんとその仁義っていうのをみんなの中で切ったよ。かかりし頃に、そう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 、ご一等さんにお頼み申し上げます。分けてアラメンさんにお頼み申し上げます。手前家業の親と発しますが、〇〇〇〇〇〇軍家〇〇何代目〇〇一家従います、〇〇〇〇親分従います。わかります。姓はウリタ、名は純子、お見かけ通りの若輩者です。以降免停お見知りおかれまして、両方万端よろしゅうお頼み申し上げます。これが仁義だ。へえ、すごい長いですね。ああ、これすごい。ああ、お前もプロファイルのプロファイリングの前、売田純子従います、お前カメラマンですっていうことで、お前仁義の一個も切れなかったら、はい、なお前刑務所でいじめられちゃうよ、外国の無所属。できれば英語でできたわけいいんだ。あ、英語で、あ、そうそう、外国の方でも分かるように。外国行ったらお前仁義なんかヤクザの方にも関係ねえし、はいはいはい、切れた方がいいだから、ええ、お前ちょっと仁義やってみろよ。あ、あ、日本語でよろしいですか？ああ、そうだね、はい、お控えなすって、お控えなすって、ああ手前ウリタの右腕、右腕手前、ああウリタの右腕やらせてるもん、お控えなすってから言ってる、お控えなすって、ああ手前ウリタの右腕やらせてる、ああもらってる写真家の囲碁ワンタン、ワンタンレお見知りおきくださいませ。失礼いたします。やり直し、はい、お控えなすって、お控えなすって、うん、手前ウリタの右腕、ちゃんと想像しろよ、ここの前海外の無所で、はい、で、あれ誰だのジャップはみんなの前、あ、みんなからお前注目されてる、いかつい顔した黒人から、ね、はい、いろんな、ね、MS-13 のやつとかよ、はい、ロシアマフィアとかそんなやつらでギョルギョルいる中で、はい、いざ、あ、わかりました、準備切れ、はい、失礼します、わからせて、ああ、降りた重視の右でやってるもんだ、ああよろしく、やめてんのか、ね、はい、いやでも、今日は温故知新というかですね、織田さん の, その古き良き時代のいろいろな話を聞いてすごい有益な一日になりました。いや、それとよ、ちゃんとプロファイリングする上で、はい、お前にそうおすすめの本当映画とかあったんだよ、はい、動物も以外にもな、はい、世に出てる、だからたくさんの有名どころじゃなくて流行りのどっかのおかよりもこういうのをちゃんと見といた方がいいよっていうのをお前に今日教えなかったんだよ。あ、
あ、そうですか。結局まあ何も枯れなかったんやな。ああ。まあでもタイトルだけ教えていただければもう僕ネットフリックスとかそっちで見ますから。あ、お前そんなの見れて。はい。アマゾンプライムと。だからダメなんだよ。え？だから今のやつらでお前はダメなの？あ、ダメでしたか。そんなのお前月額いくらのサブスクで、あと見放題みたいなやつだろ。はい。それじゃダメじゃない？え？なんでダメなんですか？電子だけ消せるしよ。返しに行く手間もなければ便利かもしれないけどありがたみがないだろって言ったの。分かってねえな本当に。あの VHS だったら DVD の良さっつうのはよ、はい、人から借りたりしてもしなかったビデオとか。あ、しましたしました。なあ、そうの擦り切れること見たよ、ね、確かに。バグが起きたりよ、そういうのもあるけどよ、はい、そういうなんつうのよ、面倒くせえな返しに行くのとか、その返却のあれものよ、なんか一つのあれはドラマがあるんだよ。あ、何でもかんでもネットフリなのよ、そういうのダメだよ、全然ダメ。お前は。俺はもう常にアナログでいるよ。あ、古き良き、古き良きお前その歌舞伎町のあのドキュメンタリーでもそうだったけどよ。はい。やっぱ時代繰り返すんだよ結局。はい。なお前みたいな人のラフシューみたいなやつが違うよ。はあ。古き良きなあれを大事にしろ。え、なんですか？古き良きあれを大事にしろっつってんの。あ、わかりました。あ、いいや今日は。失礼します。土砂降りの夕方、ガキの頃を思い出す遊園地の廊下を見る。